Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Star Vanir. Jetzt bewegen wir uns auf die Zielgerade. Es gibt noch die Karikaro und Melissa. Sayonara. Dachten wir jetzt, wir machen auf jeden Fall erstmal die Karikaro. Das ist der cute little apron, some witches love to wear it. Genau. Und hier ist er dann. Jana. Warte mal. Kurz nochmal schauen. Ich werde es ja so vermissen, dass der so eine grässliche Stimme hat. Nein, werde ich nicht. Genau, das Bustier war für die andere und das Apron war. Wir haben einen Hund hier. Ah, warum habe ich. Ach ja, genau, die habe ich ja selber gesammelt. Ne? Die waren ja für die Laponette. Also Gott. Halt, nein, brauchen wir ja nicht, wir brauchen bloß. Krückenhaus. Tadaima. Ich werde jetzt auch mal Mikro ausstellen, ne, dann. Mata Karikaro ga ryōri wo shiteiru no ka. Ano hana uta wa orijinaru mitai da na. Tetsudai tai kedo, mata deshabaru da tte iwareru dake kamoshirenai shi. Heya ni kaeru. おい、帰るなり人を観察して満足したらはいさようならか。いや、特に手伝えることもなさそうだなと思っただけだよ。なら野菜を切っていけ。いいのか。嫌ならどっか行け。いや、手伝うよ。何でも任せてくれ。少しは警戒を緩めてくれたのかもしれないな。それでこれを切ればいいのか。ああ。よし、ちょっと待っててくれ。少し土がついているようだから、水で洗って。いや、待て。それは毒草だった。なんで毒草なんか置いてあるんだ。ああ。どれどれ。この爽やかな香り、食べ頃だと言わんばかりの鮮やかな色、まさに毒草だな。手がかぶれるから、お前は触らない方がいいぞ。まさかカリカロ、からかったな。妹も引っかからないような手にかかるやつが悪い。勘弁してくれよ。でも、こんなに楽しそうなカリカロ、初めて見たかもしれないな。笑顔を見せてくれるということは、それだけ距離が縮まったという認識でいいんだよな。ポジティブすぎるか。これっぽっちも思ってないが、悪かったな。さて、じゃあこの毒草じゃない草を4等分ぐらいに切ってくれ。わかったよ。ところで今日の献立は何だ。肉と野菜が並んでいるが。さあな。ああ、シチューかな。全然違う。大外れだ。この食材を見て、なんでシチューを連想する？俺、カリカロの作るシチューが一番好きなんだよ。一番だと？ち、下手なお世辞を言うやつだ。法王朝直属の騎士団で育ったんなら、魔女の料理なんて口に合わないだろう。確かに、あっちの料理も美味しいけど、カリカロのシチューは特別だ。なんていうか、懐かしい感じなんだよ。それは私の料理が古臭いと言いたいのか。違う。さすが騎士団メンバー、魔女に対する度胸は筋金入りということか。だから違うって。なら口ではなく手を動かせ。ほら見ろ、私は口を動かしながらちゃんと手も動かしていたぞ。下ごしらえ大割りっと。くそ、口と料理ではかなわないな。ちなみに今日の献立はミートパイだ。シチューほどではないかもしれないが、私の得意料理の一つだぞ。へえ、それは楽しみだ。この肉、竜のじゃないぞ。今日は入れなくていい日だからな。ミネッサと妹は3日前に食べたし、ラポネットは昨日がっついたばかりだ。全員分覚えているのか。当然だ、料理は愛情だぞ。
愛を込めて作るのはいいことだ。技術をカバーできるしな。確かにカリカロの料理ってたまに当たり外れがあるんだよな。カリカロ自身の好みが独特なようだから、きっとそのせいで。今何かよからぬことを考えただろう。そんなことより、カリカロはいつ食べたんだ、竜の肉。え、ああそうだな。どうかしたのか、もしかして食べてないのか。いや、とにかく竜の肉はなしだ。普通のミートパイを作るぞ。カリカロ、何か悩みでもあるなら聞くぞ。ミートパイを作るって言っただけで、どうしてそんな返事になるんだ。私に悩み事なんてない。あるとしたら他の魔女たちだ。だが、カリカロ、やっぱりここにいましたのね。少し助けてくださいな。ほらな。なんだラポネット。何日か前に降った雨が今になって持ってきましたの。後で屋根を修繕してほしいのだけれど。お安い御用だ。こいつを作ったらすぐにやろう。あ、カリカロ、ちょっといい？どうしたんだ？情報屋さんが来てくれたんだけど、何を買うか一緒に考えてくれる？ああ、今行く。ん？カリカロね、この前作ってもらった木の剣が折れちゃった。カリカロちゃん、最近お庭のお花が元気ないのです。カリカロね、あ、今忙しい？後で相談したいことがあるんだけど。カリカロね、キャンディの瓶の蓋が開かないの。開けてもらってもいい？なんだか急に忙しくなったな。よし、今日のミートパイはお前が作れ。いや無理だ、作ったことなんてないぞ。そこの棚に妹のために書いたレシピがある。それともお前アジオンチか？そんな風に言われたことは一度もないが。ならここは任せた。ミネサ、情報屋からは適当に安い野菜を仕入れてくれ。あと日用品がいくつか足りなくなってたはずだ。ええ、ちょっと見てみるわ。ファル、瓶を貸せ。ふん。よし、開いた。ありがとう、カリカロね。それじゃ。ちょっと待て。人に何かしてもらったらお返しするのがマナーだって教えたよな。手が空いてるなら屋根の修繕を手伝ってくれ。みんなでやれば早く終わるからな。はーい。しょうがないな。さあ早く行こう。お手伝い頑張るのです。さすがカリカロ、手際がいいし最年長のお姉さんって感じだ。いや別にカリカロが老けているって言ってるわけじゃないぞ。って俺は誰に弁明しているんだ。あ、そうだ、レシピ、これか。ああ、挿絵がついているのか。これなら妹でも頑張れば作れそうだな。この丁寧なレシピを見ているだけでカリカロがみんなのことを考えているのがわかるな。私に悩み事なんてない。あるとしたら他の魔女たちだ。だがみんなを見守る頼りがいのある姉なのはいいが、カリカロ自身は誰か頼れる人がいるんだろうか。ミネッサもしっかりしているが、カリカロが特別頼っているようには見えないし、考えても答えは出ないか。今はミートパイを作ることに集中しよう。いいのか？誰だ？ゼフィー起きて、カリカロがいなくなったわ。カリカロが？ええ、家のどこを探してもいないの。散歩にでも行っているんじゃないか。でも様子が変なの。キッチンでお鍋が吹きこぼれてたし、
包丁も床に転がってて。ミネさん、落ち着いて。きっと大丈夫だ。一緒に探そう。カリカロ、一体どうしたんだ。そんなことより、カリカロはいつ食べたんだ。そうだな。どうかしたのか。もしかして食べてないのか。いや。そうか。だからミネッサは焦っているのか。ミネッサ、カリカロが最後に竜の肉を食べたのはいつ。わからないわ。まさかカリカロもルルータのように。このこと妹には。まだ言ってないわ。とりあえずラポネットに留守番を頼んで、私たちで探しに行きましょう。あ、そうしよう。誰か、ミネさん、ゼフィー。ラポネット、リビングの方からだ。行こう。よかった、カリカロを見つけましたわ。どこにいたんだ。井戸の近くで気を失っていますの。運ぶのを手伝ってくださいな。わかった。ミネッサはカリカロの部屋に行ってベッドの用意をしておいてくれ。ええ。つらそうだな。まだ目は覚めそうにないか。カリカロね、どうしたの。すごく苦しそうなのです。かわいそうなのです。なあ、私たちにもできること。なミネッサね、もっと氷持ってくる。そんなに心配しないで。ただの風邪みたい。お薬を飲ませたからじきによくなるわ。心配でしょうけど、風邪がうつったら大変ですわ。ご本を読んであげますから、私のお部屋に行きましょうね。うん、ラポ姉の言う通りだわ。カリカロ姉が起きたらお見舞いに来ましょう。マネ、早く治るようにお守りを作るのです。カリカロね、早く治ってくれよ。カリカロのことは頼みましたわよ。ええ、そっちもお願いね。ミネさん、カリカロは大丈夫。本当にただの風邪よ。でも少し過労気味かも。過労？最近の料理ちょっと味気なかったでしょ。言われてみればそういう兆候だったのか。疲れていたのに何も言わずに料理してくれていたんだな。こんなにひどい状態なのに、俺はなんでもっと早く気づいてやれなかったんだ。ゼフィーのせいじゃないわ。私も気にかけるべきだったのに。違うな、俺は本当は気づいていたんだ。みんなを見守る頼りがいのある姉なのはいいが、カリカロ自身は誰か頼れる人がいるんだろうか。ミネッサもしっかりしているが、カリカロが特別頼っているようには見えないし、考えても答えは出ないか。あの時もっとカリカロのことを考えてやれていれば、こんなことには。ミネッサ、俺が看病してもいいか。ええ、それじゃああとはお願い。私はカリカロが食べられそうなものでも作ってくるわ。あ、よろしく頼むよ。すごい熱だな。もうタオルがぬるくなってる。その必要はない。カリカロ、気がついていたのか。うん、まだ起き上がっちゃダメだ。お前気を失っていたんだぞ。お前が決めるな。それにもう平気だ。ずっと起きてた。料理してたら急に気分が悪くなって、水でもかぶってすっきりしようと井戸に向かったんだが、その場で朦朧としてたらラポネットに見つかって、なんというかタイミングを逃した。じゃあ寝たふりだったのか。とにかく迷惑をかけたな。あとは一人でやるから、お前も出てっていいぞ。どうしていつもそんな無理をする。だから過労なんかで倒れるんだぞ。おい、殺すぞ。お前には関係ない。ある。
一緒に住んでいるわけだし、心配くらいしてもいいだろう。ふん、ふん、余計なお世話だ。あのな、カリカロが無理をする理由は一番上のお姉さんだからだろ。さっき目を覚まさなかったのも、いつも頼ってくれる妹がいて気恥ずかしかったからじゃないのか。それは俺の前でくらい強がらなくていい。俺はカリカロのことを仲間だと思っていても、ただの仲間になら頼ってもいいんじゃないか。それ以上口を開いたら本当に殺すぞ。裏切る可能性のある奴を簡単に信用なんてできるか。な、ああそうかよ、少しは仲良くなれたと思っていた俺がバカだったよ。うん、本当に余計なお世話だったみたいだな。俺はもう行く。あんなこと言われてもどうしろって言うんだよ。まったく、カリカロのやつ、あんな言い方をしなくてもいいじゃないか。ゼフィー？の？ラポネットのところにいたんじゃないのか？どこにいたって私の勝手でしょ。それより、あんたに頼みたいことがあるのよ。ファルが俺に？勘違いしないでよ。いつもはカリカロ姉に頼むんだけど、風邪だから仕方なくあんたに頼むって言ってるの。何よ。そうか、妹に頼られたら断るなんて選択肢はないよな。新参の俺ですらそうなんだから、年長者のカリカロにしてみたら。そうか、それが一番上のプレッシャーなのか。ちょっと聞いてるの。ああ、カリカロが伏せっている間は俺が代わりに何でも聞いてやる。は？何でもって。カリカロを除けば俺が一番年上だからな。遠慮する必要はないぞ。今わかった。俺はカリカロに家の一員として認められたかったんだ。年長者としての責任がある分、俺を警戒するのは当然なのに、ひどいことを言ってしまった。風邪が治ったらちゃんと謝らないとな。残りはラポネットとファルか。どこに隠れているんだ。お、ラポネット、こんなところに隠れていたのか。あらあら、見つかってしまいましたわ。よし、あとはファルだけだな。ここか、違うか。全然違うところ探してるよ。やっぱゼフィーはダメダメだな。あー、そっちはダメなのです。ファルったら本気で隠れて、子供なんだから。ここか。見つけたぞファル。あー、もうここなら絶対に見つからないと思ったのに。お、ちょうど全員見つかったところか。そろそろケーキが焼けるからおやつの時間にするぞ。はい、カリカロ姉のケーキ。ファル、ケーキの前に手洗いうがいしなきゃ。わー、いい匂いなのです。よし、ゼフィーの分まで食ってやるぞ。ラポネットはミネッサを呼んできてくれるか。わかりましたわ。さて、まずは皿の用意だな。俺に頼み事は何もなしか。やっぱり距離を感じるな。ああ、ゼフィ。なんだ。いや、別に呼んだだけだ。いやいや、呼んだついでに皿でも並べてもらおうか。ああ、わかった。フォークもいるよな。そうだな、ケーキだからな。了解だ。完全に避けられているわけではないみたいだけど、それが逆に変な空気を生んでいる気がするな。
のケーキは大丈夫だったね。一言多いぞ。いつも大丈夫だ。いやそれはちょっと無理があるというかね。いつも美味しいじゃない。好き嫌いはダメよ。みんなモネはカリカロちゃんのケーキなら面白い味のやつも大好きなのです。妹の舌はごまかせないってことね。それだけカリカラの料理を口にしているということですわ。感謝しないといけませんわね。当たり外れが激しいとはいえ、みんなカリカラの作るものが好きなんだな。さて、そろそろ夕飯の支度でもするか。今日はリクエストの日だったな。あ、それなら鶏の照り焼きがいい。あとサラダとスープとデザートも。モネは香草を使った料理が食べたい気分なのです。肉、肉なら何でもいい。この前野菜のポタージュっていうレシピを見つけて、それを食べてみたいんだけど。いや、ちょっと多すぎないか。お？別にいつも通りだろう。ついでだし、ゼフィーにも聞いてやるか。いや、俺はいいよ。そうか。もしかして今、気を使ってくれたのか。せっかくだし、やっぱり。このノックの仕方は、情報屋さんね。どうぞ、入って。毎度。この前頼んだ食材は持ってきたか？もちろんだ。じゃなきゃお前に殺されちまうからな。いった、ここに置かせてもらうぜ。まったく、誰が役に立つやつを殺すか。お前、よし、ちゃんと揃ってるな。対価だ。はい、毎度。カリカラもすっかり情報屋さんになれたみたいね。少し前まで怪しいから早く殺そうの一点張りでしたのにね。そんなに最近の話なのか。ここに通い始めてかれこれ数年になるか。なのにカリカラと意思疎通ができるようになったのはここ最近だよ。おい、減らず口を閉じないと2割引きにさせるぞ。そういえば昔はよく割引させられてたな。よし、お得意様だし今日は2割引きでいいぞ。たまには昔を思い出すのもいいだろう。ミネッサとラボネットが2人がかりで調達役の俺がいなくなると困るから殺すなってカリカラを説得してくれた話とかな。そうそう、情報屋さんがねぐらに出入りするのを納得した後も警戒してずっと行動を見張ってたわ。食材に毒が入っていないか確かめるために情報屋さんに野菜をかじらせてましたわね。仕方ないだろ、本当に怪しかったんだ。まあ情報屋なんて職業からしてきな臭いし、反応としては間違っちゃいないだろ。それにこのご時世だ、カリカロみたいなしっかりした長女がいるのはいいことだ。認められさえすりゃ商売もやりやすいしな。さて、それじゃあ来週の仕入れもいつも通りって感じでいいか。ああ、いや、この紙に書いたものを持ってきてほしい。ん？わざわざ紙に書くなんて珍しいな。分かった、調達してこよう。それと次は割引なしで買ってやる。その代わり昔話は禁止だぞ。肝に銘じておきますよ。それじゃまたな。まったく、相変わらずつかめないやつだ。あら、情報屋さんがつかみやすい方でしたらもう少し早く打ち解けられましたな。それでも怪しいやつには変わりない。何かあってからじゃ遅いからな。警戒するに越したことはないだろう。確かに隠れて暮らす魔女は警戒心が強くないと生き残れないよな。それ以上口を開いたら本当に殺すぞ。裏切る可能性のあるやつは簡単に信用なんてできるか。
ミネッサやラボネットは優しいし、妹はまだ幼いから素直に受け入れてくれただけだ。本当はカリカロの反応の方が普通なのかもしれない。なあカリカロ。なんだ、料理の手伝いなら間に合ってるぞ。そうじゃなくて、そのこの前はすまなかった、ついカッとなって。何の話だ、覚えてない。いや、カリカロが風邪をひいて倒れた時の。だから覚えてないと言っただろ。あの時は意識が朦朧としてたんだ。いや、結構しっかりしていたと思うが、そう見えただけだったのか。さて、食材も届いたし仕込みを始めるか。言い忘れてたが、私が寝込んでる間にいろいろやってくれたんだってな。あ、ゼフィ、カリカロと何かあったの？私も気になっていましたわ。なんだかよそよそしいんですもの。何かってほどじゃないが、そうだな、俺もしくったみたいに時間をかけて信頼してもらえるように頑張らないといけないな。え？ゼフィーのことはもう信頼してる気がするけど。私もそう思いますわ。むしろ気に入ってるように思いましたけれど。どうかしら。それは微妙なところよね。シャルロッタ、いたのか。あら、ご挨拶ね。情報屋が来たあたりからいたわよ。信頼されてるかどうかは別として、疲れてはいるでしょうね。そんなことあるわけないだろう。からかっているのか。心外ね。本気で言ってるのだけど、ま、そのうちわかるわ。もう鈍い人ね。鈍い。前にカリカロにドンくさいとは言われたが、しかしラボネットにシャルドッタも、一体どうしたら俺がカリカロに好かれていると思えるんだ。